こんにちは、速稼塾の久保です。自分の分身があったらあなたはどうします？例えば自分と同じ能力や考え方などを持って、しかももう一人いる自分に配慮しながら都合よく動いてくれる、そんなね、アバターと言えるような自分の分身です。昔パーマンっていう藤子不二雄さんの漫画でコピーロボットっていうのがありました。鼻のボタンを押すともう一人の自分が現れて、そしてこっちとこっちで2馬力でね、別々のことをやっていけるということなんですよね。すごく便利ですよね。そしてもう一回鼻のボタンを押すと元の人形に戻るということで、非常に都合がよく、いわゆる後腐れがないという形になってきます。これね、 SF の中の出来事ではないんですよね。実はね、内閣府がこのムーンショット計画と言われている人間のアバターをたくさん持つことによって、一人が5馬力10馬力っていう、こんなね、人口減少を補填するような補完計画っていうのをやってるんですよ。ちょっと画面切り替えてご覧いただきましょうか。え、そらことではないんですよ。こちらです。はい。内閣府のホームページを開けております。皆さんもご覧いただけます。その中で、内閣府ホーム、内閣府の性格、科学技術イノベーション、ムーンショット計画とありますよね。2050年、だからこれから30年も経たないうちに、人間が身体の空間、時間の制約から解放された社会を実現できるというふうに計画されてるんですよね。皆さん、この時代の変化に合わせて生きてます？今日初めてこんなムーンショット計画なんてことを知ったっていう方は、だいぶ遅れてると言わなければならないかなと思うんですよ。で、アバターっていう概念が世の中に知り渡って、これもね、20年以上経つんですよ。まあ、ですんでね、こういったホームページ上のアバターではなくて、実際に、あなたの隣に座っている人が他人ではなくてあなた自身ってこともね、もう30年以内に考えられるってことなんですよ。いや、すごい計画だと思いませんか？ちょっと怖いような不気味な感じがしますよね。SF 映画を見ているような感じもしますけども、今までの SF 映画が月旅行にしても、火星探索にしても、地球探検、地底探検にしてもね、全部実現しているように、SF の映画の中で起きた出来事って、結局、そうなりたいという人類の科学の発展の、まあ、予想図だとも言えるんですよね。まあ、ですんで、アバターが実際に私たちに使えるようになったとしても別におかしいことではありません。ターゲットってありますよね。誰もが多様な社会活動に参画できるサイバネティックアバター基盤。どういうことかと言いますとね、こう想像してもらいたいんですよ。あなたがですね、いきなり交通事故何かにあって下半身不随になってしまいました。首から下が動きません。でも今までと同じような暮らしが送りたいなとかね、今までと同じように楽しみたい、感じたい、そういうふうに思った時って、このアバターを発動させるんですよ。そのアバターのシンクロは、シンクロ率を 100% とすると、もう、あなた自身なんですよ。で、そのアバターがですね、科学的にバイオテクノロジーを駆使したそのアバターが動いて、あなたのいつもと通りの人間関係や仕事やプライベートを演じることによって、そこから得られた情報、まあ、快感ですとか、不快ですとかね、喜びとか悲しみっていう気持ちが全部あなたに反映されるんですよ。寝たきりのあなたに。どうですかね？これによって、あなたの暮らしに不都合は起きないってことになるんですよ。さあ、もっと言うとですね、何かあの原因で、不覚にもね、視力を失ってしまいました。目が見えなくなっちゃったんですよ。まあ、絶望しますよね。でも、アバターによって、アバターが見たものがあなたの脳に直接語りかけてきます。画像として、映像として。となるとどうですか？あなたは実際の自分の目は見えなくても、アバターを通じて、アバターが言ったところ、見たところ、聞いたところ、全部それが何の制約もなくあなたの脳に直接語りかけてくるんですよね。つまりあなたは視力を失っても、アバターによって何の不自由もなく、長寿を、人類を全うできるということになります。ちょっと読んでみましょうか。2050年までに複数の人が遠隔操作する多数のアバターとロボットを組み合わせることによって大規模で複雑なタスクを実行するための技術を開発し、その運用等に必要な基盤を構築するということです。まあ、ですので、2050年にはいきなり、国民が1人、2体、3体、5体、10体のアバターを持つっていうことよりも、その基盤を整備するということなんで、アバターが世の中に出てきても大丈夫なようにね、意識改革をしていくってこと、設備を整えていくってことなんだと思います。下の方に図があるじゃないですか。まさに左側の図は、ご老人をアバターというね、このロボットが、こう、ご案内してるところですけども、このロボットは、
娘さんがちょっと左の方で見てるじゃないですか。娘さんが同じところにいなくても遠隔でおじいちゃんをロボットを通じて語りかけご案内してるところなんですよね。だからこれね、この女性の方がロボットとイコールなんですよ。もちろん見た目はちょっと最初はねロボットチックだと思いますけども、そのうちにね人工皮膚、人工頭皮などの発達によって、この左側で遠隔にロクさんとウリ二つのアバターがこうね、お父さんを、おじいちゃんを、子供さんを案内するってことも可能だってことなんですよ。そうなると遠隔地での有名ドクターの手術っていうのも可能になりますしね、うん、でこれは微妙な動きが必要になってきますから、通信速度がむちゃくちゃ速くないといけないんですよ。だから 5G や 6G の時代がここに神話してくるんですよね。じゃあ文章の方に戻りましょう。2030年までに一つのタスクに対して一人で10体以上のアバターをアバター1体の場合と同等の速度精度で操作できる技術を開発し、その運用等に必要な基盤を構築するってことなんで、まさにね、遠隔でもタイムラグなく動けるようにクイックレスポンスができるように通信速度が速くないといけないですよね。そして通信回線に万が一のトラブルがあった時に停止しちゃいけないんで、サブコントロールシステムとかサブ通信システムっていうのを複数設ける必要があります。例えばこういうことです。今携帯キャリアって大きく4社あると思います。 AU、 ソフトバンク、ドコモ、そして楽天。この4つの回線が同時に1つの携帯電話につながっていたら、どれか1つが切れても相変わらず困ることなく通話ができるってことになりますよね。リスクとしてはこの4つが同時に閉じることなんですけども、ほぼ考えられません。そういった形で 5G、6G、7G ってものを強化するんですけども、その中の一つに複数の全く違った仕様の回線を用意することによっていかなるトラブルにも耐えられるようにしていくってことがあると思いますよね。もしかしたら衛星回線も入れるかもしれません。大きな地震があって基地局が破壊された時でも宇宙空間から通信を補助していただければ、基地局なしでも携帯電話が使えるってことになりますからね。まあ、アバターのことを考え出せば本当に話題は尽きないんですけどもね。さあ、ちょっと読むのをやめてですね、この図を見ていただきたいと思います。すべての暮らしにロボットが入ることによって、人口は例えば10人しかいなくても30人分の効果を出せるということになります。身体の制約からの解放っていうのは、体が不自由でももう不自由じゃなくなりますよってこと。脳の制約からの解放っていうのは、脳の記憶容量に限界があったり、学校における学習をしてなくても直接脳にメモリーチップを入れることによって最初から膨大な情報がある、そんな脳をいきなり作ることができるんですよ。もうね、未来の学校はなくなって、ただ脳にチップを埋め込むだけ、もしかしたら記憶注射ってものをジュッと注射するだけかもしれないですね。英会話のレッスンなんてのはもうね、行くことがなくなると思います。そして空間、時間からの解放っていうのがあります。リアルタイムにその場にいなくても、例えば今日ね、3時間作業しました。その3時間をストックしておいて、10時間後に3時間それを使うってこともできるんですよ。奇妙な話ですけども、YouTube の録画って、別にいつ見てもいいですよね。いつ見ても同じ再生がなされます。それと同じように、作業もストックすることができるってことになるんですよ。じゃあ例えばね、膨大な食品加工の作業をストックしておいて、それを10年後に発動させるってこともできるんですよ。そしたら、タイマーが10年後に発動して、その時に食料が作られるみたいなね。そんな未来も構築できるんですよね。いや、このムーンショット計画、なんか名前だけ聞くと不気味なものを感じるんですけども、内容はね、すごくね、夢に富んだ、本当に鉄腕アトムの世界ですよね。まだ資料としてはちょっとなんですけども、ここに PDF も付いてますので、詳しく知りたい方は見ていただければいいんじゃないですかね。うん。はい、こういうふうにね、未来には素晴らしいテクノロジーが私たちを待っていますけども、残念ながらこのテクノロジーを優先して使えるのはお金がある人からになるんですよ。最初は高額だと思いますんでね。思えば携帯電話もお金持ちの人が最初肩からかけて使ってました。あれすごく便利だったんでしょうね。だってほとんどの方が通信速度が遅い時に自分だけリアルタイムですからね。だからお金持ちはさらに先行者利益をつかむことができますし、お金がなければそもそも先行者の利益に預かることができずに、中古5年遅れ10年遅れっていうものが選択肢にやっと加わるだけなんですよね。ですんでね、一刻も早く金銭からの脱離、選択肢を真っ先に与えられる自分になっておかなければ、
自分もそうですけども、周りの人にね、情報を伝えることもできないし、周りの人に施すこともできないってことになっちゃいます。だから本当に、先のことを考えれば考えるほど、まあ、お金の問題っていうのは早めに解決しとかないとな、というふうに思うんですけどね。皆さんいかが感じでしょうか。それでは今回はムーンショット計画以上にしときましょうか。ちょっと不気味な話でしたね、でもね、本当にね。それでは、失礼します。